田淵光一 vs 東尾治 OB 戦で大乱闘してしまう。あ、まあ、それ未だ日本記録ですからね。結構やっぱこう結構ね。じゃあ一つ増やしてください。結構違うぞ。あー、で大チーム出てきました。全員出てきます。東尾さんが選ばれた2人で抱擁。神さんの年上なんですけども、はい、そうですね、もう本当に負担な感じですね。そうですね、はい、2人とも70代なのにすごい元気だな。東尾のフォームが昔のままで泣けてきた。2人とも仲良しすぎるやろ。70になってもこういうことしてくれて2人の野球愛感じるな。こんなん西武ファン大喜びやろ。西武のこのユニフォームかっこよすぎるやろ。 OB 戦あると西武の選手の豪華さ感じるよな。西武ってほんますごいチームやな。歴代選手のこと考えると西武が一番豪華だよな。田淵77歳でよくこんだけ動けるな。70代でこんだけ動けるの奇跡やろ。ワイの親父72やけどほぼ寝たきりやぞ。西武オールドファンはマジでたまらんやろな。またこのユニフォームなのがわかってるよな。ジジイだけど懐かしくて泣きそうや。他ファンやけど西武の OB ほんまに羨ましいわ。西武は OB の豪華さやとぶっちぎりで一番やからな。古き良き西武に戻りたいな。田淵光一通算本塁打474、東尾治通算勝利251。2人ともレジェンドすぎるやろ。2人とも100歳まで生きてくれ。